皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画ご視聴ありがとうございます。今回はですね、久しぶりにジャンク品の修理をしていこうかなと思うんですけれども、まあ、このちょっとバッグ、ごっちゃごちゃってなってますけども、ここはまあうちの物置で、まあ、うちで使ってた、まあ、農機具とか家電とか家具とか、まあ、その他もろもろ雑然にこう置いてあるところで、まあ、あんまお見せするような場所じゃないんですけど、まあ、今回のネタはですねこちらになります。はい、こちらですね、パナソニックの、プラズマテレビ、TX-P42R1 という、42インチのプラズマテレビですね。はい、こちらが2009年7月発売ということで、ただ製造年はちょっとわかんないんですけど、まあ2010年か11年か、まあ、そのあたりに作られたものかなと思うんですけど、まあ、このジャンク品、いくらしたかと言いますとね、はい、ここに書いてありますね、はい、100円です。100円です、はい、前にあの、2019年製の、ブルーレイレコーダー100円ってのがありましたけど、まあ、これも同じ100円で売られているんですけど、ただこいつはね、分けありでして、はい、電源すぐ切れるというふうに書いてありますけれども、まあ、あの要するに、電源コードつないで電源入れてもすぐにこう電源が落ちちゃうという症状らしいんですけれど、まあ、とりあえずその症状が本当に起きてるかどうかっていうのをね、まず確認してみたいと思います。とりあえず電源をつなぎます。ほいとするってと、はい、電源このランプがついて、はい、まあ、何も映りませんけど一応こういうのがパッて出るんですが、落ちませんけどね、はい、ですね、あら、すぐ切れるってあるんですけど、まあ実はですね、買ってきて一応、チェックしたんですよ。その時はまあ確かにすぐに電源が落ちちゃって、これがもうね画面がすぐに落ちたんですけど、落ちないですよねこれね。どういうことなんでしょうかね。まあいざカメラを回すとこういうことになっちゃうんですよね。でまあ一応その電源落ちた時の様子は映像に収めてあるんで、それをちょっと流してみたいと思います。これですね。はい、というわけで、電源のランプが赤で11回点滅してましたよね、さっきはね。今これついてるんですけど、チェックの段階ではその電源ランプが点滅して、すぐにこう電源が切れてしまうということだったんですけど、今これいざ動画回してみたらね落ちなくなっちゃったんで、一体どういうことなんだろうと思うんですけど、一応ですねこのパナソニックのホームページには、その故障の原因とかを調べる場所がありまして、そこでこう、この品名ですね、型番を入れると、まあ、どういう症状が起きてるかとか調べるところがありまして、そこでまあ調べますと、この電源ランプが点滅する回数があるんですけれど、11回っていうのは、ファンの異常、ファンっていうのは、まあ、この見てみると分かるかなと思うんですけど、このテレビの後ろ側に、はい、ここにコンデスファンがあるんですけど、これが正常に働いてないという場合に出るエラーらしいんですけど、まあ、確かにまあちょっと風が出てないっていうか、この左からちょっと風を感じるんですけど、右からはまあほぼほぼほぼ出てない感じですね。はい、でちょっとこれ画面上わかるかなと思うんですけど、これめっ
ちゃほこり詰まってますよね、このファンにね、はい、こっちもそうなんですけど、めちゃくちゃこれ、ファンがほこりにまみれてるんで、多分これほこりが詰まったことでそのファンの、周りが悪くなって、あるいはもう完全に止まっちゃったりして、で、まあ保護装置、まあ、安全装置が働いてその電源を落としちゃってると、まあ、このテレビはねものすごい熱出しますから、その放熱ファンがうまく動かないってことで安全装置が働いているということなんでしょうけど、まあちょっとね、自分の思い描いていた展開とは違うんですけど、まあこのファンの異常であるということですね。はい、まあとりあえず、まあなんとか動いちゃいそうなんで、このままだと動画ボツネタになっちゃいますから、まあせっかくですからね、この裏蓋こいつを開けて、この中ですね、この中、多分このここだけじゃなくて中ぐるっとこうめちゃくちゃほこりにまみれてて、まあそういうエラーが起きてたんだろうと思うんで、それをまあ清掃して、ちゃんと動くかどうかをね後で、確認してみたいと思います。はい、というわけで後ろのパネルが外れました、見ての通りですね、まあ、このファンの周りを中心にですね結構ほこりかぶってますね、はい、めっちゃくちゃほこりかぶってます、はい、基板が漏れなく、まあ、ほこりをかぶってる状態なんですけど、まあメインの、まあね、エラーの原因っていうのがこの、2つの放熱ファンの動作不良ということみたいなんで、まあ、とりあえずねこのホコリを片っ端から落としていこうと思います、はい、でまあ最初は動いてなかったわけで、まあ、もし万が一ね、テレビこの使えないとなったら、まあ、ここに乗っかってるこれ、日立のハウジスクですけども、これ500ギガあるはずなんで、まあ最悪これだけ回収できればいいなと思ってたんですけど、まあ一応ね、何もしなくても動いちゃったので、まあ、とりあえずホコリを取ってね、極力新品の状態に近づけて、はい、でそれで使えればいいかなという感じでございます、はい、とりあえずこのホコリを取っていきます。はい、というわけで、まあ、全体的に、エアダスターをかけて、まあ、綺麗になった感じがします。まだちょっとこれは残ってるんですけどね、まあ、こんなもんでいいでしょう、はい、はい、というわけで元に戻したんですけれども、まあね、ちょっと最初はいきなり電源が入らないはずが入ってしまって、ちょっと驚いたんですけど、まあ仮に治っちゃったとしてもまた同じように症状が出る可能性はあるんですよね、はい、だもんで一応こう元に戻した状態で、ちゃんと動くかどうかっていうのをねまず確認したいと思います。
入りました。そして画面表示が出ますよね。これで落ちなきゃ大丈夫ですけども、はい、一応アンテナ線が起きてないんで繋がってないんでちょっとね映りませんけども、はい、一応電源は落ちませんね、これでね。はい、はい、大丈夫ですね。はい、じゃあこのテレビ一応リモコンついてますんで、どうですかね、ハードディスクになんか録画してある番組が残ってるかどうかをちょっと確認したいと思います。はい、まずはこの録画一覧っていうとこを押してみると、ははあ、まあいろいろ残ってますねこれね。はい、はい、というわけでですね、ハードディスクに残ってる番組のまあ年代から推定して大体2013年くらいまではこいつは動いていたっぽいですね。はい、その以降まあ電源が入らなくなる、まあ、電源落ちるっていう、トラブルが起きてたんじゃないかなと思います。はい、はい、というわけで今回はこのパナソニックのプラズマテレビの、修理っていうかなんかね修復をやるつもりだったんですけど、手つかずで治ってましたという動画になってしまいましたね今回ね。はい、まあ、一応これ、B キャスもついてますし、まあ、さっき見たようにリモコンもついてるんで、まあ一応ねアンテナ線につなげば普通に見れると思うんですけど、まあ普段動画の撮るときに後ろに置いてるテレビ、あの映像のテレビなんですけど、あれに変えてこいつを置こうかなとちょっと考えてます。はい、まあ、こっちの方がインチサイズ大きいですし、ちょっと画面に映して大きく出せるかなと思うんで、まあ、これに置き換えられればなと思いますね。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。